それではポイント4です。音量の差をはっきり表現しましょう。楽譜内の A の部分はピアノ、 B の部分はメゾピアノから始まっています。ここを意識しないと音量に差がなくなり、ただ同じメロディーを繰り返すだけになってしまいがちです。最初は意識的に頑張らないで小さく吹くようにしましょう。ここで音量の表現のいい例と悪い例をやってみます。いい例です。悪い例です。それではポイント5です。音域が高くなるところも口の中を広く保ちましょう。 C からの部分は音域が高くなるので、つい口の中を狭くして吹きたくなります。しかし口の中を狭くしてしまうと跳躍の部分が吹きづらく、音も硬くなってしまいます。そうならないようにお腹の支えで息のスピードだけを上げて音域を上げるようにしましょう。奥歯を少し開けるイメージを持つといいかもしれません。ここで C からの部分の吹き方をいい例、悪い例の両方やってみます。いい例です。悪い例です。